中原御殿伝承裏門、中原御殿及び、周辺の御殿、御茶屋の分布。中原御殿は、江戸時代初期、相模国平塚中原にあった、徳川将軍家の御殿である。現在の神奈川県平塚市御殿二丁目に相当する。徳川家康の命により、江戸、寸府間の往復や高刈りの際の宿舎として、文禄五年に建てられた。一方で、 慶長年間に設置されたとする説がある。商法国営図及び元読国営図によると、5点との記録がある。お高の5点、東照宮5旅館、ひばりの5点とも言ったが、当時の故障は5旅館。神奈川県内には他に、神奈川5点、小杉5点、藤沢5点があった。規模は、東西約140メートル、南北約100メートルで約7100坪の広大な、 敷地を持っていた。現在跡地には、平塚市立中原小学校があり、古典跡石踏みが設置されるのみである。周囲に、約10メートル幅の堀を巡らしていたと言われ、中原小学校の北側道路が、堀跡と言われる。寛永17年に一度修理をしているが、明暦の大化のあった、明暦3年取り払いとなる。平塚市内にあるかやぶきの全徳寺山門は、 この御殿の裏門である歌舞伎門を移したものと伝えられている。また、御殿造営の頃よりこの地や平塚塾などに黒松を中心とした植林がなされた。合計127丁部に及んだ松林は中原、お林と呼ばれ厳重に保護された。完成8年以降、江戸城西丸不審や五大馬洋剤としても利用されたが、明治以降、 東海道本線の駅舎建築に使用するレンガを焼くための燃料として借り尽くされてしまった。中原御殿の被現在跡地には平塚市立中原小学校が建っている。中原街道はこの御殿の地と江戸とを結び、江戸時代以降の街道の名の由来となっている。中原街道には中原御殿のほか、小杉御殿、下川井御殿があった。 街道そのものはすでにご北条市の時代には整備されていたものであり、もともとの起点は大磯しく外れの化粧坂である。注釈出典ありがとうございます。